沖縄市産婦人科ユークリニック島袋文です。今日は砂糖うつをやっつけようっていうことで、砂糖でいろいろ体調不良が起こるよってことをお伝えしたいと思います。砂糖うつっていうの何って思うかもしれないんですけど、まあ、砂糖を取ると一時的には気分が良くなるかもしれないんですけど、結局後でイライラしたり、どっと疲れたり、うつうつとしたりですね、集中力が低下したりと、そういうことが起こるっていうことが分かってるんですね。で、どうしてそういうことが起こるかっていうと、砂糖っていうのは、その消費するためにですね、体の中のビタミン B 群をものすごい使うんですね。で、まあ、ビタミン B 群っていうのは細胞の代謝にとっても大切な栄養素で、で、それを、たくさん消費してしまうがために、砂糖を取ってエネルギー補給っていうふうに思ってるかもしれないんですけど、実は体がものすごく疲れてしまうということが起こるんですね。で、この砂糖っていうか、まあ、生成された炭水化物全般ということで、砂糖、小麦、白米、こういったものはビタミン B 群をほとんど含んでなくって、その上消費するのに、そのエネルギーを使おうとするのにビタミン B 群をたくさん使ってしまうということで、体に非常に負担があって、いろんな体調不良が起こるということです。で、ビタミン B が不足するとですね、もう本当にうつのような症状が、やる気が出ないとかね、だるいとか、そういった症状が出てきたり、眠れにくいとか不眠が起こったり、集中力が低下したりですね、あと血糖もね、ビタミン B が不足するとコントロールがうまくいかなくなったり、あとホルモンとか免疫、脳神経にも問題が起こってくるっていうことが分かってます。で、体は砂糖に反応するんですけど、血糖をですね、急に血糖、砂糖とか小麦や白米などを取ると急に血糖値がポンと上がるので、それを正常な状態にしようとして過剰にですね、体を反応して、たくさんこの血糖をコントロールするために働かないといけないということで、ホルモンにもダメージを与えるんですね。で、血糖を下げるインスリンとホルモンが過剰にこういっぱいいっぱい働かされるとですね、だんだんインスリンがたくさん出てですね、体がね、そのインスリンにうまく反応できなくって、血糖がうまく下がらないと、高い状態に続いてしまうということも起こったりする。あと、発達障害とか双極性障害、それから統合失調症、こういった病気もですね、この糖のコントロールの悪い状態っていうのが関連してるっていうような話もあります。で、砂糖を取らない、できるだけですね、生成された炭水化物ですね、白米や小麦や砂糖、もう生成された砂糖なので、黒糖や甜菜糖も、もう生成された砂糖になりますね。そういったものをやめて、健康的な油を取ったり、生の野菜や果物を取ったり、体を動かすと、こういったことでですね、いろんな体調不良がうまく良くなっていく可能性があります。で、生のお野菜や果物には抗酸化物質がたっぷり含まれていて、ビタミンも酵素も含まれているということで、食物繊維も含まれているので、血糖を急激に砂糖のようなものと比べると上げることはないですし、水溶性の食物繊維や植物の栄養素っていうのは食べ物を消化する力を助けてくれたり、ホルモン のシステムがちゃんと働くのを助けたりする、そういった効果があるんですね。で、新鮮な果物を取ると砂糖が欲しいっていう気持ちを減らせることができます。で、血糖がですね、こう急に、ね、上がったり下がったりする、そういったことも防いで血糖を安定化させることができるんですね。で、果物には果糖があって血糖を上げる効果はあるんですけど、食物繊維も一緒に摂るので生成された炭水化物に比べると血糖 の上がり方っていうのは緩やかで、しかもビタミン B も含んでいたりするので脳が効率よく働くのを手伝ってくれるんですね。で、血糖バランスを安定させることで免疫システムは正しく働いて、ホルモンも働いて、気分や感情が安定している状態になるということで、もし甘いものが欲しくなったら自然な糖分で摂る、特に熱を加えたりしていない果物っていうのは非常にですね、栄養が取れるというところでおすすめです。で、果物を食べる場合にですね、輸入されている果物は移送中の農薬が発がん物質だったり心配なものが多いので、まあ、なるべく国産の果物を取ると。
で、あとは極端に改良された甘すぎる果物っていうのは、ちょっとやっぱり血糖値を急に上げちゃったりする効果があるので、まあ、できるだけ極端に改良された、果物は避けて、自然な果物を摂ると血糖の状態が安定するし、食物繊維も摂れて腸内環境も良くなるので免疫力もアップするし、腸内環境の中で腸がビタミン B を作ってくれるので、いろんなこのうつうつとした気分が乗らない、疲れやすいとかね、そういった症状も良くなっていく可能性が高くなります。で、砂糖、小麦、乳製品、ごめんなさい、砂糖、小麦、白米などを避けるとですね、脳が正しく働いて、安定した血糖レベルで安定した心と体が得られることになります。憂鬱や気分の変調っていうのを避けることができます。甘いものが欲しくなったら、砂糖、白米、小麦ではなくて、果物を摂るようにしましょう。あと、人工甘味料、カロリーゼロの食べ物っていうのも避けるようにしてください。ぜひ砂糖うつをやっつけて健康になりましょう。以上ですね、砂糖うつをやっつけるっていうことで、精製された炭水化物をやめて果物を摂りましょうってことをお勧めしました。ありがとうございました。